マリオカート8。おマリオカートは懐かしいですね。赤ひげ親父ノリ馬。最下位だった、うん、この3人の中で、うん、最下位だった人には、うん、エンディングでなんかモノマネやってもらおうか。おみかちゃんがトップ、おさまちゃんピリ。マリオに出てくるクリボーは栗じゃなくて椎茸。どうも始まりました。どうですどうです、私ゴージャスです。アシスタントは、はい、田所美香です。よろしくお願いします。そして人生はエドベンチャー、お侍ちゃんでござる。どうぞよろしく。なんかレギュラーじゃないから。いや別に言ってないでございます。勘違いしない。え、なんでもうちょっと歓迎をしてくれればいいのに。なんか、あれなんかすぐいつも呼ばれてるみたいな。違うから、うん、いないから呼んでるだけだから。もうド頭に上下関係を構築しておこうってこと。上から言わないです。うん、それはもう分かっております。結構出てるけど、ね、美香ちゃんもでもアシスタントね。ありがとうございます。はい、頑張っていこうね。頑張っていきます。セッションも頑張って。こっちフレーズなんだっけ。こっち見よう。ね、一旦ね。体100点、顔0点、グラビア界の50点、田所美香です。よろしくお願いします。あんま0点じゃないよ。何点ですか。22点ぐらい。あー、2点上がった。2点上がりました、頑張ります。10点。はい、クラゲー。あーい、さっきは一体何やるのかな。はい、久しぶりのゲームですね。マリオカート8。おー、マリオカート懐かしいですね。赤ひげ親父ノリ馬。お、ね、赤ひげ、赤ひげじゃない、赤いひげ親父の、いや、赤ひげのちゃうことだから、赤ひげ親父って言われてしょ。間違ってた。いや、そこんな引っ張らなければ切れるから。こんで切らざる、切らなくても今ワンアウトだから。ワンアウト。さあ、こんな感じでね、はい、やっていきたいと思います。何アウトまでしてるんですか。100アウト。あれ、マリオカートはお二方は、あ、マリオカートはやったことあります。お、はい、ね、過去にね、過去にやってたんで、スーファミとかでもあったしね、そうです、そうです、そうです、なんか Wii U になってから初めてですね。あ、そう、セッションも初めてでございます。はい、あ、そう、うん、はい、じゃあ、ジャス君に聞かないとね。そうだね、僕はもう、ね、マリオカーターだからもう。そういう風におっしゃるマリオカーター、ね、マリオカートの、ね、やる人、マリオカーター、カーター、そう、一切ドリフトを使わないからね。ドリフト使わない、そういう運転方法ももちろん滑ったことないから。安全運転。滑ったことないから。ちょっとそれ意味が違う。あ、ドリフトがね、ドリフト、ドリフトがね、滑るという行為が嫌いなの。うん、全ての人生において、あ、滑りっぱなしだっけ。その言葉、ツル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 じゃないでしょ。ちゃんと立て直しますよ。たまに加速するから、ね。あれ、免許持ってんの。免許、免許持ってます。免許持ってる。免許は持ってない、うん、持ってない、はい、あ、じゃあ今日できます。原付き持ってる。原付き、原付き持ってる。原付き持ってる。じゃあ二輪だけど。原動機付きの馬を持ってますから。二輪だけど。はい、じゃあ行きましょう。早速画面です。画面こちらです。ドン。はい、ということで、うん、3人で楽しく行きましょうか。よし、はい、はい、とりあえずじゃあ、うん、みんなで、みんなで、うん、はい、アクセルとかは、あ、そうだ、加速は、加速とか、一回やってそっから学ぼう。うん、教えないの。それは、それはだって教えないの。ちょっと俺もあんま覚えてないもん。A がアクセルかな、 B ブレーキ、で、滑りは滑り、滑りこっちの ZR とか、はい、アイテム仕様は、アイテム仕様、うん、あ、L かな、L、はい、あんま覚えてないな。うん、え、それもう本当は知ってての嘘のパターンでござる、それ。あー、そうでもないパターンだな、これ。声が嘘くさいんでござるよ。これ150 150 A が加速、うん、B が減速、エントリー、はい、エントリーして、あ、これある、うん、ほら、エントリーして、ほら、エントリー、これあるんだったら先に出しなきゃいけないから。ZR、 A、 あ、 A が、ZR ね、 ZR の A でドリフトね、滑るやつね。あ、だから A はずっとアクセルだから踏みっぱでしょ、うん、はいはいはい。 ZR、 あ、はーい、 ZR の場所も分かるね。 B はバックで B ね、 B ね、はいはいはい、うん、まあいい、俺はそんな使わない。分かった、はーい、分かりました。はい、じゃあね、まずキャラクターを選んで、はい、はい、すごいいっぱいいるんだろうね。ゼルダもすごい、ゼルダいるよ、ゼルダ、ゼルダ、ほんとだー。ジャス君のこれより増えてるでしょ。ねえ、なん、どうしたのこれ。あのね、おいちゃんが自腹で買ってくれたの。さすが、さすがゲーマー。メタルマリオ使おう。ジェス君メタルマリオ。なんかすごい、はい、
で、ミカちゃんはヨッシー。ヨッシーです。はい、オレンジヨッシー。で、アイスちゃんワリオ。わー、いいの？似てるもん、なんか。で、ニリン。あ、これ、次、これ次でしょ、うん、選ぶのは次。オッケー、オッケー。ここから選びます。はい、迷うか。よし、これでいこう。はい、これにしました。いいでした。おー、はい、できました。もう二輪だからね。ほら、これね、おいちゃんこれまたこれ増やしてくれたんで。新しく増えてますんで、新しいとこ行くのもいいですよ、うん、あ、これゼルダでござるかね。ゼルダカップも面白そうだね。すごい。ハイラルとかどっち、どれね。ゼルダカップ行ってみる。ゼルダカップ行きます。難しくないでござるか。大丈夫でござるか。これか、これゼルダカップ。レインボーロードなんか難しかった。これ行く？大丈夫？素人諸君で大丈夫？ねえ、まあね、行くじゃ、洗礼を受けるがいいさ。そうだね、うん、ジャス君、はい、どうでしょう、うん、負けた人には、うん、まあ、ジャス君はほら、今までやったことあるから、うん、負けないと思うけど、絶対負けない。負けた人、最下位だった、うん、この3人の中で、うん、最下位だった人には、うん、エンディングでなんかモノマネやってもらおうか。モノマネ、うん、うーん、そうだね、うん、2個やってもらおう。2個やってもらおう。2個分かった。もう自分が負けないっていう。ちょっと待ってください。いいでしょ、1つでいいでしょ、そういうの。2個ね。1つにしましょう。1つで。2個やる、2個。2個やる。2個。え、なんなの、2個っていうか。なんで2つなんでござるか。よし、頑張って。2倍面白い感じの終わり方。うん。ね、おさまれちゃん、ミカちゃん負けなきゃいいんだよ。そうだよ。そうですよね。あ、今ちょっとモノマネを必死に考えてたけど、全くないな。気持ちでもう負けてんだよ、お前、そのさ。いや、ないからこんな格好になってるんでござるからね。お、さあ、おー、すごい。ワリオ交換。怖い。おー、おー、運んでる。炭鉱を運んでるのか。ワリオでございます。へー、かっこいい。夕日がすごい。すごい、戦う感じの。こんな感じなんでござるね。へー、これね、はい、ロケットスタートっていうのがあってね、今押す。はい、押した、うん、押した、押した。ロケットスタートできたかな。さあ、みんな今何位？ジャス君2位、ミカちゃん5位、おさむらちゃん4位。若干ミカちゃん遅れを取ってて、えい、ジャス君が今のとこトップだね。お、すごい。いや違うな、もう3位になっちゃった。一体何だ何だ、コウモリがなんかすげえ。お、おさむらちゃんが3人の中では今トップに。ジャス君がビリ。え？ちょっと待って。ちょっと待って。誰誰ぶつかったの？おみかちゃんがトップ。おさむらちゃんビリ。ほら。オーマイガー。全然このスピード出ねえなこいつ。おお。よいしょ。よいしょ。結構ね。原付のくせにしてなかなか速いでこれ。ああ。あ、なんだ、なんかぶつけられた感じがする。カーブも多いからね。みんなどこ、ま、前にいるの？いや、ジャス君がトップです。あ、いつの間に。ミカちゃんが最下位。あー、あー、どいて、お願い。ただ順位が遅い人ほどいいアイテムが出るらしい。なるほど、こう逆転もできると。うん、あり得ると。これ自分の順位する俺、頑張らないと。いけいけ、下手くそ。ジャス君もうね、ダントツトップ。本当に、うん、あ、落ちちゃった。もうだって、おさむらちゃん6位、ミカちゃん9位だもん。よし。え？お、ミカちゃんいいよ、使った。よし、これね、てみ敵も飛ばせる。なんか、やられたな。ほら、わーい。お、ジャス君とデッドヒート。誰？ミカちゃんとジャス君。ミカちゃん、オレンジヨッシーだから。オレンジヨッシーです。やばい、間違った。あー、間違った、コース見てなかった。いけいけ、おー、やばい、コース見てなかった。あー、どれー、かけろ。コンピューターに落とされた、ミカちゃん。おー、7位だ。あ、落ちた。よし、泥仕合だな。まだ、まだ大丈夫、大丈夫、大丈夫。まだ大丈夫だ。やばい、やばい、誰かのギャグだね。よし、よし、よし、よし。今ね、はい、なんと、おさむらちゃんがトップ。はい、頑張れ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 。そしてミカちゃん抜いた。あ、落ちた。頑張れ頑張れ。そしてまた抜かれた。はい、頑張れ頑張れ。そしてジャス君がトップ。頑張れ頑張れ頑張れ。すごい、デッドヒートだね。デッドヒートですね。あ、ジャス君がもうちょっとまたダントツ。頑張れ頑張れ頑張れ。あ、なんで。頑張れ。はい。あ、私誰。自分で言ってるでしょ。私。お、
お侍ちゃんがジェス君狙ってる。おった、おった、いやおった、ちくしょう。あれ、まだまだ、これ何途中。いや、まず1レース目は終わった。よっしゃー、あぶねー、あぶねー、もう追い切れなかった。いや、持てた。1位村人って。村人さん、超早い。村人、名だたる人たちが。すげえ、ニコニコしてるわ。コンピューターだから、他は。ね、とりあえず第1位、ね、なのでもう操作方法はね、もう分かってることだから、はい、うん、よし進もう。なるほどね。あ、だってジェス君も初めてのレースだったからね。そうだよ、ここのコースはね、うん、だからみんなと一緒ね。みんなと一緒。よし、次のレース。やってるだけでちょっとプラスがあるぞ。負けたらモノマネ2個だからね。モノマネ2個考えます。もうすぐまだだよ、勝てばいいし、うん、こう、まだ分かんない、ポイント制だから、まあ、ポイント制ですもんね。ポイント制、絶対負けない。で4つあると、そう4つあるからやっぱ次あたりで、はい、うわここ難しかったね、全部落ちちゃうでござろう。だってドスンもいる、ドスンも、うわドスンだと波打つんだね、ドスンね、怖い。さあスタートダッシュ、はい。いやだってこれあんまり早すぎても落ちちゃう、でもみんな落ちると思うから、そう逆にね、そうね、よっしゃ、よし、うお、お侍ちゃんがちょっと遅れたか、波打つよ。ジャス君が相変わらずトップ。あー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 なんだ、どうした、生まれるのか、あ生まれる、生まれねえだろ。おい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 、あ、どう逆だった。さあジャス君トップです。なるほど、あやばいやばいやばい、あーあー後ろからすぐ来た、あーやばい、めっちゃ難しい。わあなんか、あまずいまずいまずい。あれだよこいつ。まずい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 。え、みんなうまい。なんで？コンピューターだからね。あ、そうか。うわあ、どいて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 。どいてく、おどきくだされ。これ人の見てるともうさ、ああ。道を開けろ。誰だよ。すみ。道を開け。誰だよすみ。下にジャスク強い。なんで曲がる、あ、こ、あーそういうことね、はい、みんなどこにいるの。あの全然後ろです、全然後ろに、あ、お侍ちゃん9位、ミカちゃんはもう11位。もう最下位になっちゃった。え、最下位、うん、嘘、嘘、よく落ちちゃうからね、それがこれ、ね、タイムロスにつながってる。これは勝利のね、はい、あ、やべー、コツ掴んできた。無敵だよそれ、ミカちゃん。これね、落ちちゃダメ、うん、落ちちゃダメなんだね、落ちちゃダメ、そうね、ゆっくりゆっくりでもいいから落ちちゃダメ、はい、待って、これみんな遅えな、はい、あ、ちょっと待って、あうわぁ、お、お侍ちゃんがちょっと近づいてきたかな。でもジャス、なんかジャス君独走だね、独走だ、やばい、あははやばい、あ、でもみんな超遅いな、うん、遅いんだよ。じゃここ難しい、すごく。あれでも本当に最下位の人には素敵な、お侍ちゃんが終わった、トップ。あれ嘘、何、うん、すごい、えなんか言いなさいよ、なんか、ね、下手だなとか言っといてね。よし、次のレース行こう。ちょっと待ってください、ま、ゴールさせてください。スター最強です。まだやってんの。よし、ゴールさせてください。ギャー、いやいやいや、もういや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 、もうもう一周できた。 やったー、抜いたー。言ってんでしょ、1点、うん、いやまあでもね、1を100として考えたら100点差だから、うん、じゃあ結構離れてるじゃないか。あ、そうじゃないか。間違えた、間違えた、それ勝ってるつもりか、うん、よし、うん、もう本当にね、大人げなく参るからね。ね、じゃあもう物まねでそろそろ、じゃああと2つあるから。そうですよ、ね、あと2つで、まだまだ、みかちゃん物まねやるも、もうやるやる、ちょっあの、3本目までしまってます。オッケーオッケー、じゃあ。あ、そうでございます。ねえ、これ1位2回取ったらね。ねね、そうですよ、そう、ね、うん、
まあないでしょ、ね、まだ機会は悪いね。あら今度はクラゲはなんていうこと。ツイスター。うわすげえ、なんだこれ、どっち行っていいのこれ、面白そう。さあスタートダッシュはうまいんだけどな。難しい、押すだけだからねスタートダッシュ。あれまあね、ゴー。あら、やばい、やばい、やっちゃった、演奏しちゃった。なあ、ミカちゃんは落ちないようにしないだよな。はい、カーブが上手くないな。カーブが上手くない、みんなあれだな、うん、A これ外してるのかな。あ、どっちに行ってもいいと、うん、あとブレーキも上手く使ってなかった、ね、あ、ブレーキを使ってないですね、一度も。それは絶対落ちるな。ブレーキ使います。お、全部取られちゃった。うわー、なんだそれ。でもジャス君が1位っていうね。お、俺スタートダッシュ失敗したのに。すごいよ、すごい、全然ハテナ取れない。いやー、そうか、なんだこれ、あれ速くなるの、あれ速くなるのか。そうですね。あ、なんで避けてた、ずっと。あ、やばい。上押さなきゃダメ、下に押さなきゃダメ。あ、下に押さなきゃ。あ、言ってくれぬと。下に押してください。飛んでる時は上下で。あ、下に押してください。下に押してください。上の下、今。いやいや、終わってから言われてもらって。ミカちゃんトップ。え、本当ですか。次も失敗します。悔しい。おお、みなさん、イカゲストです。あー、やめてください。あー、あー、見えない。楽しんでください。見えない、見えない、楽しんでくださいね。赤の亀いきまーす。おえ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 、皆さん、あ、そう、上下でね、飛んでる時はここにぶつかっちゃダメか。上下で、はい、はい。おお、ミカちゃんトップだ今。え、まさかの。マジか。うん、落ちないようになった。カーブが上手くなった。あ、惜しくちゃう。ブレーキを覚えた。そうです、ブレーキを覚えました。ただね、後ろにね、ジャス君がいるよ。あら、逃げ切りたいな。逃げ切りたいかな。さあ、幼いちゃんがちょっと離されてます。ちょっと、ダメだな。ジャス君はね、もうね、ミカちゃん捕まえてますね。あー、待ってくださいよ。ジャス君は抜いた、抜いた。いけ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 、抜かれた。いけいけ、おえおえおえ、うわなんだこれ。怖い、怖いよ。どこ行ってる、どこ行ってる。あああ、うわ、これはこれわかんないぞ。え、8位になってるよ俺。おさらいちゃんが1位。え、ミカちゃんだ。おさらいちゃん、うお、すっごいデッドヒート。えっと、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 どうどうでござるか、ねえ。いや、いいんじゃない。ねえ、いいですか、ねえ、お二方も頑張ったというふうに思うんでござるがね、そろそろモノマネやるもん。ねえ、モノマネの方はいいのかなーなんていうふうに思ったりなんかもするんでござるが、どうも、あ、見てください、ゼルダのハイラル女王でござるね。伝説の剣も刺さっているから抜けるのかな、抜けないのかな、誰が抜くのかな、拙者かな、ゴージャスのかな、そこの女かな、誰かな。おいおい。さあ、ということで最後と。あー、ちょっと待って、ガチャガチャってした。ガチャガチャはいかぬよ。よしよし、最後の戦い。ここは得点が倍になります。え、本当ですか。勝手にさ、なるんだ、勝手に。さあ、ゴージャス君がトップです。上下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 。ハテナが取れんな。なんだこれ、見えない。あー、こっちか。うおおー、誰だよ。なんだなんだなんだ。コンピューターですね。コンピューターだよ。コンピューターおばあちゃんかよ。懐かしいよ。よし、なんだよ、誰だよ。いや、でも依然ガゼンジャス君トップです。あ、なんで誰よりも勝たなきゃいけないんだ。お、ミカちゃんがトップに躍り出た。わーい、わーい、この勝手。
けないですよ。うわ、さっきの誰？さっきのお侍ちゃう。侍が時に行くぞ。そう、俺のすごい。ちょうど近いな、順位が。あー、うわー、誰だよ。下下、おー、待って、しかもこのタイミングで引くわ。下押すと上に上がる。あ、そうか、下に押すと上に上がるのか。逆だったの。あ、ねえ、ゴー、覚えた。クリスタル取った方がいいんだよね、早くなるんだよね。あれ、なんで今、なんか、え、嘘。さあ、ジャス君が頑張ってるぞ。4位独走です。いや、なんで今、ジャンプ台が急に消えたんだろう。ねえ、消えましたよ ね。あれは、もしかしたら、スパイクだったのかもしれませんね。なんで、誰だ俺に今、なんかぶつけたのよ。コンピューターコンピューターですね。拙者ではなかった。そこまでまだ追いついてない。ファイナルラップだ。よし、ラスト、これで全て決まるぞ。しゃあ、ほっほう、あっす、来た。誰だ。あれ、あ、よし、あ、ごめん、スター、スターでした。来た、そう、ウェイ。もうやる、もうモノマネやる、モノマネ。モノマネ。おお、いけ、いける。あれ、まだいける。あ、まだいける。いやあ、ちくしょう。さあ、ジャス君がトップ。あー、あー、やばい、やばいやばい、待って、まあ、やばい、いけいけいけ、ゴー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 、セーフ。あー、これはさっきの、うーん、か。さあ、総得点、これから発表ですよ。さあ、行きましょう、先にどうなるかな。はい、はい、やったー。お侍ちゃんが1位、あーね、本当に初めて触ったのにやっぱ1位になれるっていうのは本当についていたなぁと、あれかな、思いました。どうだろうね、マシン性能かな、うん、いやいや、選べるから、最高のチューンナップでやったからとね。いやいや、本当に。で、2位がジャス君、うん、まあ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 、うん、まあね、でも2回目でね、負けるっていうのはやっぱりいかがなものかな、なんて。いや、でも俺4つのうち見つかってからね。いや、1個前と1個前は拙者は取ってるんで、なんか勝手に1つ増やさないでいいんだ。どこから来ました。2勝2敗。あと、あれ、なんかそのお笑い的立場から言ったらもう、うん、あ、そこの指は折っちゃない。そこの指は折るべからや。何、さあさあさあ、はい、ね。いや、でもまあ、うん、結果見て、オレンジヨッシーが、総得点17点、はい、オレンジヨッシーの人誰だ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。そんな無茶あるの。そんな無茶あるの。あれ、ワリオだったんだよね。ワリオですよ。だからすごい余裕ぶっこいてここに座ってるんですけど。オレンジヨッシー本当に女。本当にみんな見てるよこれ。女とかすごい、女って男女の。いや、いいよ、いいよ、関係ないでしょ。関係ないでしょ、だって結構な引き離しで取ったのに。おかしいでしょ。え、ちょっと、どうする。じゃあミカちゃん、うん、モノマネだな。そうでしょ、ミカちゃんやる。うん、そうでしょ、やりますか。じゃあ、うん、やるの。2個だよ、2個ですね、うん、じゃあ、うん、1つ目、はい、ブースカやります。お、怪獣ブースカ、うん、世代じゃないのにすごいね。似てるって言われるんですよ、最近、うん、なんか顔似てるね。そうだ。じゃあ、ジャス君カウントダウンして、はい、はい、じゃあ、ミカちゃんのブースカまで、はい、3、2、1。しよしよのパン。声ガラガラだな。ガラガラ。ごめん、あの、世代じゃないから、うん、世代じゃないの。しよしよのパンはちょっとね、そう入ってこないから、ね、うん、ちょっと、うん、そうですね、多分知ってると本当に40代の人とか知らないんじゃないかな。もう一個行く、もう一個、もう一個何がいいですか。何でもやりますよ。そうでしょ。じゃあ、
そんなんできる、使い古されたやつでいいかな、はい、ああもう本当にね、うん、本当に皆さんやってらっしゃるやつ、いきましょう、はい、リカちゃんの武田鉄矢まで3、2、1サザンバグマン、いや単純に知識がないって何ですかの、そう、うん、何ですかと、うん、サザンバグマンくっついちゃったね回ってんだけどね、3年ですかみたいなこと言ってた今ちょっとね、うん、3年ですか、いやそれ学年の確認だから、そんなんじゃダメなんだよ、うん、今お手本見せてやるよ、はい、あっちゃおさまでした、おかしいだろ、ちゃんの自分やるやつ、武田鉄矢まで3、2、1、カトゥー続きまして続きまして、続きまして、続きまして、所ジョージさん3、2、1、笑ってよろしかった続きまして刀狩りを初めてされた農民、明日からどうやって生活していけばいいんだ、これ安土桃山時代に実際にやられてたもの、あ、安土もモノマネです、これ安土モノマネ、オッケー出ました、はい、はい、ということで全部ね、安土、安土は全部バッサリ、安土だけカットです、はい、安土の、安土は自分の本ネタだから、うん、モノマネじゃない、モノマネじゃない、本ネタはない、だから本ネタだなっていう空気出してなんでそういう黙ったりとかさ本ネタは許さない、本ネタは許さない、こっちはね、だってね今与えられたものでパッとやってるのに、こっちはもう用意されたものが勝ってんのにさ、うん、まず第一にして勝ってるのになんでやらなきゃいけないんだ、俺らはみんな敗者だ、みんな急にね、急にいかがいたした、俺たちはまだ、まあ、勝ってないんだ、まだ勝ってない、ね、頑張って皆さんのおかげで、うんね、生活ができている、そうです、これはもう、はい、ありがとうございます、芸能界の勝者目指して、はい、頑張っていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたす、ということで、はい、マリオカート皆さんもやってみてモノマネもしてみてくださいね、そう、はい、他にもゴージャス動画、楽しい動画たくさんありますので、うん、よかったら見てください、うん、ということで本日はここまで、また次回お会いしましょう、バイバーイ、さらばじゃー、たけしまで3、2、1、バカ野郎くれろマイケル・クラーク・ダンカンくれろできるんだ、バカ野郎、でもちょっと正解見たくない、正解見たい、あ、うん、じゃあ武田鉄矢まで3、2、1、チャンネルピグリー逃げた逃げた今くそー、もう一回ミカちゃんの見たい、下げられてやる、3、2、1、そんなハンバーグマンこれはこれでもう、これはこれで面白いのかもしれない、もうなんか商品化されてるのかもしれない、これはいいのかも、クラスで、クラス名言うときに書き上げないだろ、だってそうだろ、だってもういい、使ってきましょう、いいよ、もう大丈夫だ、銀杯先生って集まるときのやつでござろ、だって